番乗り場に10時53分発快速シーサイドライナーワンマン佐世保行きの到着です。危険ですから黄色い電子ロックの内側まで出してお待ちください。皆様こんにちは。物語作家の武田殿下でございます。2020年9月9日長崎県佐世保市を訪問しました。その際 JR 廃棄駅から佐世保駅まで快速シーサイドライナーを利用しましたが、そこでやってきたのが昔懐かしい国鉄型のキハ6667でした。2001年までは私の近所を走る筑豊本線で活躍し、何度も利用させてもらいました。乗り心地の良いシートが装備されておりまして、学生時代には昼寝をした思い出もあります。懐かしいです。そんなキハ6667が長崎に移動した後、2005年に一度だけ乗車する機会がございましたが、その後は大変ご無沙汰をしておりまして、今回実に15年ぶりの再会でした。内装はシートのモケットが張り替えられた以外、これといってリニューアルされていないようでして、昔を思い出しとても懐かしい気分でした。ちなみに今回当たった車両、昭和50年生まれだそうです。私が昭和55年生まれですので5歳も先輩ですね。そして車内にはこんな掲示もありまして、大変興味深いです。大ベテランのキハ6667、ぜひ今後も長く活躍してほしいものです。